こんにちは、森本です。本日は DJ 解説動画となります。よろしくお願いいたします。この動画ではですね、世界的に活躍されているトップクラスの DJ の DJ 動画を見ながら、 DJ がどういったことをやっているのかっていうのを解説していく、そういった動画となっております。なのでこれからですね、 DJ を始めたいと思っている初心者の方からですね、よくクラブに行くけど、まあどういったことを未だにその DJ がやっているのかよくわからないっていう、そういった方までですね、この動画を見ていただければある程度こう謎が解明されていく、そういった動画になっているかと思いますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。ではですね、早速、DJ 動画を見ながら、解説をしていきたいと思いますが、まず、今回ですね取り上げさせていただく、DJ はですね、 DJ アディエルという女性の方でですね、この方はですね、まあ、今テクノシーンで注目を集めている、女性 DJ プロデューサーです。特にですね、ヨーロッパのテクノシーンで、高く評価されています。アディエルはですね、精密でですね、ヒプノティックと言われるようなトラックとですね、まあ、多様な要素を組み合わせた DJ セットで、まあ、知られている方になります。で、レコードレーベルをですね、自身でも、運営していて、タンザートライバルですかね、というところになります。間違ったらすいません。この方のですね、作品もめちゃくちゃかっこいいので、よかったら見てください。彼女はですね、国際的にも多くのクラブであったりとかフェスティバルでですね、プレイしており、まあ、特にヨーロッパのテクノシーンですごく、注目されている重要な女性 DJ となっております。では、まずですね、彼女が今着ている T シャツのバックプリントが素敵な絵があるんですけども、こういう感じの絵がですね、彼女のレーベルのジャケットに使われています。なのでこの T シャツは彼女の、レーベルの T シャツですね。で、今回、どういったことを解説させていただくかというと、彼女はですね、こんな感じでアナログレコード、アナログレコードのことをバイナルって言ったりとかするんですけど、バイナルでですね、プレイされている方なので、そういった方結構珍しいので、ここをですね、ちょっと解説させていただきたいなと思います。で、今って基本的にレコードではなく CDJ って言われる機械に、音楽データがたくさん入っている USB を差し込んで、まあ、要はそこでですね、音楽情報を読み込み、再生するっていうやり方なんですが、もう本当に、アディエルがやってるこのプレイはもう昔ながらの、オールドスクールな形ですね。で、レコードになってくるとですね、重要なところっていうか、知っておいていただきたいところ、完璧には BPM って言われる、まあ、要はテンポを合わせることができませんっていうところなんですね。で、それどういったことかっていうと、今かかっている曲と次の曲をスムーズにかけるときって、今かかっている曲と、次の曲のスピードを合わせなきゃいけないんですよね。で、それを、BPM っていう単位で、みんな喋るんですけど、例えば135っていう BPM でかかっている曲に対して、次のレコードの、まあ、オリジナルの BPM が127とか、138とかだったら、その今かかっているものとその BPM のテンポが合わないんですよね。要は片方がドン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 と言ってるのに対して、それより速いスピードでドン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 と言ってるか、ゆっくりでドン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 と言ってるかで、やっぱり音ってずれてくるというか、まあ、テンポがずれてくるんですけども、それを、合わせる作業がまずあります。レコードでやるとき、CDJ でもそれあるのかって言われたらあるんですけども、ボタン1個でですね、BPM って言われる、要はテンポが、揃うようにですね、合うように、システマティックって言ったらあれですけど、そういうボタンがあるので、それを押すと、まあ、勝手にテンポが合うっていうのがあるので、CDJ は特にそんなになんかテンポを合わせるのが難しくないんですよね。さらに言えば CDJ の方に今再生されている、スピードっていうのが出てくるんですね。だから例えば今かけてるのが135で、次の、楽曲入れたら142だったら、それを135まで、スピードを遅くすれば大体合うんですよねっていう話なんですけども、すみません、そんな話ばかりして、で今回はこの動画で何を言いたいかというと、DJ をレコードでするときって、まあ、テンポが必ず合うわけじゃないので、微調整をしたりとか、まず最初のテンポを合わせるためにですね、どういう風に
テンポを合わせるための動作をしているかっていうところをですね、この動画を見て解説させていただきたいなと思います。レコードで DJ してる姿を、まあ、あんまり見ることないと思うんですけど、なんかレコードいっぱい触ってて何やってるかよくわからないって思う方多かったと思うんですよね。多いと思うんですよ。なんですけど、今どういう風な触り方してるかっていうのは、これは私のこの解説見ていただければわかるかと思います。はい、前置きが長かったですね。早速いきたいと思います。まずレコードが載っているその機械、ターンテーブルなんですけど、今アデルが右手でですね、そのターンテーブルの端っこにあるちょっとこう突起物、そう、今触っているところなんですけど、これフェーダーで、上下にですね動くんですよね。で、上の方に持っていくとスピードが遅くなる。で、手前の方にフェーダーを持っていくとスピードが速くなるっていうところなんですよ。これ真ん中がオリジナルのスピードで、そこから、ちょっとずつ変えたりとかするんですね。なので、今手前の曲の、ピッチを変えるところなんですけど、これピッチアジャスターですかね。ここをですね、手前に、持ってきているので、元々の曲よりですね速いスピードでかけているっていうところなんですね。で、それをですね、どういう風にこう探していって、どういう風にそこに安定落ち着けるか、落ち着くというか、そこが正しい場所かっていうのをですね、どうやって探っているかっていうところをですね、今から解説したいと思います。次のレコードを選びました。レコードを載せて、で、彼女がヘッドホンつけてるんですけど、そのヘッドホン何に使うかというと、次にかける曲がどういったテンポが合ってるかどうか確認するためなんですよね。まず、レコードを置きます。で、針を置いて自分が思っている曲かどうかを確認してます。で、違いましたね。で、ひっくり返して自分が探している曲かどうかを確認する。で、どうやらそうでした。で、今これ擦ってるんですけど、これ何かっていうと、レコードって静電気を起きやすいので、そのレコードの上ってホコリが溜まりやすいんですよね。くっつきやすいっていうか、なので、そのホコリを取るための、作業ですね。クリーナーですね。で、かける曲もチェックして、かける曲、これで間違いないとなり、さらにですね、レコードクリーナーでレコードの上のホコリを取りました。なんでホコリ取るかというと、針にですね、ホコリついたまま回してるとノイズがバリ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 言ったりとか、再生がですね失敗してしまう可能性もあるんですね。で、今、ピッチ合わせてます。で、彼女の左手で、このぐるぐる回っているシルバーのところですね、ペペって触ってるんですけど、これ触ってちょっと手を置いてスピードを遅くしたりとか、指の動きが手前の方にですね、動いているときはスピード、要は時計回りに回ってるんですけど、要は反時計回りの方にちょっと力を加えて回転のスピードを遅くしたりとかしてます。で、要は回転が速いってことは、今よりも、ピッチ、このアジャスターですかね、このピッチのフェーダーを、上の方に持っていきスピードを落とすとかっていう、そういうことをやりますね。
これ何やってるかって、曲の頭を探してペッて、指をですね前に放ったのはスタートさせたってことですね。でスタートさせてます。で今時計回りに腕をレコードの上にこうちょっと乗せてなぞったじゃないですか。これはちょっとだけスピードを上げるんですよね。軽く本当に優しい力で、回転をそうですねちょっとだけスピードを上げる、補足、なんかこう補足じゃないですね、ちょっとこう助けてあげるっていう感じですね。必ず会うことがないんですよね。まあ絶対ってことじゃないんですけど、たまに会うんですけど、なのでその回転してるものが徐々に微妙にずれてくるんですけど、それを手でちょっとだけ補正してあげる。これを手で補正せずにこのピッチのフェーダーでですねちょっと速くしたりちょっと遅くしたりとかで、まあ、フェーダーだけで合わせる方もいます。まあそれどっちがいいっていうのはあんまりないですけど、なんですかね、日本って結構ハウス文化が、あ、T シャツ振り回します。多分プレゼントするんですかね。あ、プレゼントしました。で、ハウス文化が結構根強いというか、ハウス系の DJ スタイルというかが結構、なんすかね、重宝というか、それが完成形だみたいな発想の人がですね結構一部いるんですね。特に、年を重ねている方、そういう方はですねあんまりこうレコードを触ってテンポを合わせるのを良くないみたいな感じで言うんですよね。私も DJ やってる時結構乱暴なプレーをするので、レコードをグイングイン触って、スピードを合わせたりとかするんですけど、まあ、そこをひどく注意されることもあるんですが、まあでも世界的にですねこういう風に指でこう触ってやってる方はめちゃくちゃ多いんで、まあ、そこは気にせずにやった方がいいのかななんて思っております。という感じでですね、今回の、解説はこういったそのレコードを合わせるときにどういったことをやってるのかっていうのをですね解説させていただきました。ターンテーブルをなんで触ってるのかなっていうところで、ヘッドホン何に使ってるんだろうなっていう、そういった疑問がですね、この動画でですね、解決していただければ嬉しいです。というわけで、今回は以上となります。どうもありがとうございます。またですね、新しい動画どんどん作っていきたいと思いますので、ぜひぜひ応援の方お願いします。チャンネル登録していただければ、新しい動画が上がった際にはですね、連絡が行くようになっておりますので、ぜひぜひ登録の方もお願いします。それではどうもありがとうございました。